はい、はい、ちょっと昔のね、あの先週は話をしたんですが、もうちょっとプロレス関係でね、リングアナウンサーをやったっていうんだけど、でもいろいろ他にも、そうなんですね、なかなか高清水優子は深いね、放送記者やね、レポーター、あるいはリングアナウンサー、他にも何かやってたって。そもそも私がそのテレビ番組の世界に入ってきて、最初に関わったあの番組というのが、まあ、日本テレビ系、読売、あのテレビ制作のびっくり日本新記録という番組が、日曜日の夜7時からの放送なんですが、今はあの日テレの鉄腕ダッシュをやってる時間帯なんですけれども、毎週毎週いろんなことで日本一の記録を作ろうっていうんで、普通の競技じゃないです。例えばあの後ろ向きで走ってみたり、斜面を登ったりとか、いろんな競技があるんですが、そこ の番組から派生して今も残っているのが、皆さんご存知かと思います、鳥人間コンテスト。これが今も特番として毎年1回あの放送されているんですが、私はその時にあの記録発表係だったんです。あのただいまの記録何分何秒っていう風な形でその放送 やってました。でたまたまあの医療系の学校も出てるっていうこともあって、例えばあの出場する選手の皆さんの、まあ、血圧測ったり、あとあの多少習字っていうか、あの字を書いてたということで、その認定書を書いたり、なんか雑用、 あとはそうですね、あのお弁当の発注をしたり、あの AD 業務は何でもやってましたよ。それはね、はい、AD ってのはアシスタントディレクターは何でも本当に、ね、はい、でしかも有能なアシスタントディレクターだったんだろうね。で男社会の中で、あのその時に、うん、あのちょっとこう女性でもスタッフとして入れようかっていうのの先駆けだったんですけれども、うん、本当にね、私も日テレのねドラマのアシスタントディレクターのね、はい、あれ結構一番多かったんだけどね、AD 時代はね。女性いましたか？女性はその当時いらっしゃいないですよね。いない、メイクとか、あのあれしか、はい、小道具とかね、本当の AD、 衣装とか、本当の、はい、まあでも本当に結構走りだと思うよ。今は多いらしいけどね。ただその、うん、なんか興奮してくるとディレクターさんたちはやっぱりその、うん、もう女性だから、うん、あの男性だからって関係なくて、なんかやってるとパッとこう靴が飛んできたり、スリッパが飛んできたり、うん、おめえ何やってるんだっていう形で飛んでくるんですよ。分かる、はい、まあ、その時もやっぱりね、その前にシュートボクシングのアギリングアーナやって、はい、あのそのリングサイドで、はい、あのこうどける、うんうん、あのタイミングが分かったんで、あの興奮したディレクターがなんか靴投げたり、その辺にあるあの筆箱投げたりしてもこう当たらないようにスッとこうね避けることはしてきたんですけれども、ただその当時にあの何だ参考記録っていうのも一緒に出すんですね、うん、で男性、うん、女性って、で女性の参考記録はほとんど私が走ったり登ったり、うん、そういう参考記録作ったわけね。はい、で物引っ張ったりとか、そういうのもやらなきゃいけなかったんだな、うん、あそこで体力もやっぱりねついたんだと思います。そうだね、はい、でディレクターの言うことは絶対あの、うん、何かやらなくちゃいけないということで、まあね、一番困ったのがあの、うん、日曜日 の、うん、あの朝になんかこう、うん、作業があったのに、うん、ちょっとって言われて、うん、あの差し歯が取れたから、これか差し歯、あ差し歯、差し歯が取れたので、はい、これから歯医者探せって言われて、これはもう個人的なことじゃないですよね。そう、朝の5時ですよ。でそれもう一軒一軒電話して、しはい、で携帯電話とかそういうのない時代ですから、うんうん、その固定電話で一生懸命電話して怒鳴られながら、まあ、結局あの 見つけてディレクターには言っていただきましたけれども、なるほどね、とんでもないやつだな、それは悪いけどね、はい、他の今言った ね、仕事は仕事でね、うん、番組のね仕事だから、はい、まあでもねやっぱりあの、うん、私もだから誰でもディレクターやる前に、はい、あのね当時もう50年近く前だけど、ね多分日本テレビのドラマで初めて、はい、あの社員じゃないディレクターをしたのは私だと思いますね、はい、あそうですか。だからねあの助監督のチームやって、結構優秀だっていうね。いや相当優秀ですよ。あのねこれは自分でも言うんだけどね、テレビ界のね、うん、ドラマの撮影収録スタイルを変えたんですよ。だから昔はねTBS のドラマの作り方っていうのは十字開始の、うん、あのリハドライリハーサルってね、うん、セットでリハーサルやって、それからあのやってると12時ぐらいまでその後収録なんですね、うん、あのカメリハやって、はい、あのっていうね、うん、で12時になると12時から1時間休みでしょ、うん、で、まあ、例えば13時からまた夜までやって、
送りの車っていうかね、あの、タクシー送りが出ないように10時ぐらいまでに上げるっていうのが理想の、ね、だから、うん、夜休みと昼休みやって、うん、私は実はね、あのこれ根本的に書いたの、2日それやるわけですよ、はい、今までね。ところが1日目はね9時から、うん、9時開始にしたの、はい、9時開始からやって飯食うじゃない、はい、ね、それで夜、はい、夜はもう徹底的にもう送りが出てもいいという形で26時までやるっていうね、ものすごいスケジュールを作ったわけです、はい、それでそうするともう帰るの嫌だから、うん、みんなあの生田スタジオとかでこの泊まり場所ね、はい、宿泊場所みんな泊まるって、それと実は送りが出ないんですよ。あ、そうものすごくあれ、まあ、当時の車で生田って離れた、うん、ちょっと遠いですもんね。そうそう、だからお金かかってたんですね、うん、都内帰る人とかね、うん、ところがそれが OK になったので、はい、翌日は12時開始にしたんです。あ、お昼の12時ですね。26時まで働いたから、うんうん、翌日はゆっくりでいいよって、うん、ところがなぜかというと昼休み入れないんですよ。12時開始っていう、それまで11時まで全部食っとけと、うん、ということは2時間の休みを1回だけにした、はい、だから12時開始してね、その翌日は22時までに送りが出ないように終わるってね、この形式でものすごい実はお金が浮いたんですよ。お金も浮くしだと効率も良くなるんじゃないですか。そうなんです、うん、スタッフがねとにかく26時ぐらいや2時ぐらいまでやってる、はい、翌日12時開始でしょ。だから酒飲んで飲んで寝てもまあ我々は2時間とか前にスタジオ入ってやるんだけども、それでもたっぷり寝られるんですよ、はい、それはだからみんな喜んで、で飯食いたくないやつは食わないでね、あのやればいいって、うん、12時開始でこれものすごい合理的だった。これが今どうなってるか分かんないけど当時はほとんどそれになった。テレビ界の私はね本当に今こんな優しいあれですけど、はい、ものすごい厳しかったからね。あの20そのスタジオで収録やってる間助監督セカンドサードホースとかねいるんだけど、下のやつは絶対座らせない。私もちろんそうだよ。あのスタジオのセットの中に座ったりね、いろんなこと絶対させない、常に動いてる、声を出してるとね、これ今こういう状態ですとかみんな知らせる、それからあのあればそのセットちょっと上上がるから、はい、あの箱まで階段を作るとかね、でもちろん小道具がやる仕事だけど、うん、釘が落ちてないかとかね、釘がついてないかとかね、全部まこんまるコルサイっていうかね、ものすごい細かいですよ。でそういうことをやってて、それから、うん、あのトロトロ、はい、じゃあ誰か呼んでこいっつって、はいっつってこうやったらもう後ろからパーンって丸台本丸めてね、あるいはあの蹴り入れたりね、それぐらい。いやでもそういう時代なんですもんね。そういうことですよね。それは何かっていうと、その助監督が憎いっていう、うん、そいつもだらけてるとあるんだけど、そうじゃなくて他のところのスタッフ、はいはい、真剣にやれよと、だらついてるやつ見るのよ、うん、あの美術でも技術でもね。あのだけどそういう形を私がこうね鬼みたいな形、うん、お前して鬼くつみたいなね、とにかくもう助監督にはもちろん言ってあるけどね、はい、部下にはね、でもまあ怖がられたけどね、あのそういう存在絶対必要ですよ。そういうのをやるとね、はい、スタジオが閉まるんですね。そうピシッと閉まりますよ。役者もね急いでダラダラやって衣装替えとかいうのも急いでちゃんとやるのやる、はい、メイクもちゃんとなるべく最小限にやる、うん、でも早く帰れる、そして効率がいいから現実に喜ぶんですよ、うんうんうん、でみんなも実は喜ぶ結局水島がやるとスケジュールより普通の収録より2時間ぐらい早く帰れる、そういう功績を残した方なんですね。だからものすごい、だからあの、うん、今はもうボーンとしてね、あのなんか物忘れはするしね、いろんなことだけど本当はね、めちゃくちゃ細かったんですよ。あのあ、だからそういうものと、うん、ナレーションも書くしね、うん、あの5年間ぐらいね正月の3日休みだけで、あと1日も休みなかった、だって覚えてると思うけど52分つつくでしょ、うん、そうするとね、はい、月曜日、はい、美術打ち合わせとか技術打ち合わせね、はい、2日目がね、うん、今度は MA って言ってあの、はいはい、音楽入れたり、そこのところ私ナレーション書いて、ドラマの中のナレーション書いて録音してるんですよ、はい、録音も全部私やるから、ディレクターじゃなくてね、それをやってて MA も付き合うでしょ、うん、でその時編集がもう1日ある、はいね、これも3日でしょ、でリハーサル2日なんですよ。
収録が2日なんです。でも7日間全部終わってるでしょ。その中にロケが入ってくるから。だから全く7日間休みだし。で深夜じゃないやっぱりこうね。そうなりますね。でそうものすごい体力あったからね。だからね、そういう意味では水島がチーフ助監督やるとものすごい早くなるって。日テレでもちょっとまあ覚えてる人は伝説的にね。ね、だから優秀だったんでね、その代わりふてぶてしいやつでね仕事できるっていうのはあるから、で初めてチーフプロデューサーが水島一応なお前なんかあれだから、ディレクターね、はい、一本立ちさせようかってみんなで話してたんだと、ありがとうございますってね。それについてはこれね、日程で初めてだから、うん、ちょっと専務に挨拶行ってる。開拓した方だったんですね。まあ、専務に挨拶行くって日テレのですか。日テレの、はいはい、つまり組合ものすごいうるさかったの、まだ当時強かったの、日テレの組合、はいはい、ところがジーンズ履いて、髪の毛ブワーッて長くして、Tシャツも汚い Tシャツ、一番昔長崎屋っていう店買った安売りのね、そこの T シャツ着てさ、ジーンズ着て、ちょっと裸足なんだよ、で草履履いてサンダルかお前ちょっとな、挨拶行くんだからなんとかならない、いやもうこれしかないからしょうがないしょ、大した金もらってないからっつってね、それでこう振ってもてきてね、で、まあ、もちろん専務の時はもちろん丁寧にね、よろしくお願いします、ありがとうございますってやったけど、格好はそういう感じ。あの日テレの その麹町にあるあの建物の時代の役員フロアですよね。そうそこが全体だから、サンダル履いてさ、裸足でこいつなんだろうと思ったか分かんないけどね、ただね、最初の収録の日、私が監督として、はい、生田斗真にね、日テレの組合が押しかけるって、水島もしな、組合がわーっと押しかけてね、ストップっていうね、やめろって言った時はちょっと隠れててくれと、いうぐらいで、まあ、1日目は最初、まあ、来なかったけどね、結構ね、でもそういう、だからそれからフリーのディレクターとかそういうのが入るようになったって、ね、すごいですね、じゃあ今は何でしょう、下請けではないですけれども、フリーのディレクターさんとかいっぱい入ってますし、まあ、ディレクターさんだけではなく、いろいろな役割の方もフリーでたくさん入ってるって、その何、本当にそうだったね、それは ねパイオニアでいらっしゃったんです。パイオニアで言うとね、まあ、当時まだカメラ良くないから逆光を使ったんですよ、すっごい照明の親父が、照明部長だったかな、確か、日テレの、はい、それが歌謡劇場っていうね、1時間の枠やつ、そのディレクターやった時に、私は窓辺のあれに立って逆光の絵を撮りたいっつってね、お前ね、まだ後引くわけで、こうクリュッと振るとさよくあるじゃない、はい、光の残光みたいな、ありますね、お前ね、焼き付いちゃって、お前どうしようもないじゃない、どうすんだとかね、でこれ明るすぎるから、これ、ね、天井の裏まで見える明かり、ちょっとやめて少し落としてくださいとかね、でまあこれは私、そういうのやったんだよね、でかなりね、そういう意味ではカット割り的にもローアングル使ったね、ちょっとテレビ的じゃないね、やって、これは評判良かったんですよ。で最初のねドラマも視聴率が 19.8 っていうかな、ものすごく高くいってね、だって火曜日のそのね、そう時間帯、火曜サスペンスの時間帯ですか、前の火サスが始まる前の、これってやっぱり勝負をかけるようなね、ゴールデンの時間帯ですからね、そう1本目だったからね、だからちょうどその大原玲子さんでね、あの子がすごく、あの子ってあの人がね、私三島ちゃんのために裸になるって言って、別に裸っつってもね、風呂入るシーンをね、わざわざ自分で言ってくれて、プロデューサーに、ね、風呂入ってただ考えてるだけのシーンだけど、一生懸命ねこうやったらよっつって胸をね横にギュッと押し寄って谷間を作ったのとか言って、こうね確かにこうここまでだからタオルやってんだけど、確かに谷が見えるんだよ、あいつはあんまり大きな胸じゃないからね、でもね、そういうね、まあ仲良かったからね、そういう千秋さんじゃない、千秋さん、稔さんっているじゃない、はいはい、クロスアイアンによく出てた、はい、あの人なんかも通行人でただ歩いて出てくれたりね、まあお祝いでね、やっぱりそういう意味ではね、いろんなことやったけど、とにかくイメージが違う、あれは助監督がね、とにかくおっかなかったと思うんだよ、私、そうでしょうね、
全然上の人たちにも、あの丁寧はしてるけど、水島は人間無礼だよって言葉は丁寧だけど人間無礼だってね、あの不徳でしかったからね。でもね、今の田島さんの助監督ぶり聞くとね、懐かしくなるね。あ、懐かしいと思いますね。そういうことは、そういう時代に育てられたテレビマンは、やっぱりあの、何でしょう、こう志はあったはずなんですよね。まあ、そうだよね、いいものを作りたいっていうのはね、だんだんテレビ業界も今はね、いろんな法律ですとか、個人保護とか動きづらい世の中になってきましたけども、そうなんだよね。私がまだ現場にいた時には、とにかく何でもやれ、あの責任は自分が取るからっていう上司が出てくれ、まあ、いたよね、はい、今そういう風になったかどうかわからないんですけれども、やっぱりちょっとテレビ業界もこう、あの、何でしょう、まあ、あのちょっともう一つはね、まあ、そっちの助監督アシスタントディレクターと、はい、ドラマの場合演出部ってまだ言ってたの。演出部って言ってたから、あのね、あの当時はまだ40年以上前だよ、はい、でその当時はまだね、助監督っていうか、映画の影響があったから、チーフ助監督とかそういうのは本当に演出部としてね、結構ね、あの、まあ、仕事できないか馬鹿にされるけども、ちゃんとやってるとね、すごいね、敬意持ったって。まあでも一番当時モテたと言ったら、その頃が一番ね、あ、モテました。その当時はまああのね、まあ、ある意味ちょっとね、あの、いろんなあの声をかけなくてもというね、あのぐらい、まああまり変なこと言ったらだけどあのというね、あの、はい、自分でも、いや、だって30キロぐらい、まだ77、8キロぐらいだったからね、はい、あ、じゃあスッと、まだいい、だってスラッていう、まだスラッとまでがっちりした体だからね、あれだけど、あのあれですよ、でも丈夫な体に産んでくださった、ね、お母様に感謝ですね。でもあなたも丈夫だよね。そうね、丈夫ですけど、ね、そうですね、まあ、子供時代は弱かったですけど、やっぱりその、ね、丈夫になる素質があったから丈夫に育ってるんだと思いますから ね、 そうそうね、まあ、というようなことでですね、あの、大体助監督見てね、すぐ辞めるやつはね、分かる、あの、いるでしょ、分かります、分かります、分かります。まずね、一番目立つのはね、あの、あれ、あの、飯食わない、そうですね、早飯はね、はい、助監督の条件だって言ったらね、そうでしたね、まあ、私なんか早いし、余ったものはどんどん食っちゃうしね、ね、そう、ご飯食べるのだけは早くて、私もあの、ね、AD 時代はとにかく早かったので、あの、普段あのテレビ業界じゃない人とご飯食べに行って、私が食べ終わるくらいまだみんなのちょっと高清水さん食べるの早いんじゃないって、やっぱりだんだん治ってきたけどね、だんだん、はい、さすがにちょっとずつね、やっぱりこう、リハビリしていきましたけど、ね、あの、だからみんなね、あの、それも合理化もそうなんだけど、はい、車中飯ってみんな嫌がるんだよな。あ、はいはい、あの、でもそれもやったの、私は。そうですか。あの、ロケで移動するときで飯にする、本当はみんな落ち着いてね、その地面でやって本当は、ね、食べたいんだけどね、申し訳ないけど、とにかく、ね、はい、車中飯というね、のが多くてね、まあとにかく超合理化の男だったんでね。あ、そういう、あの、基礎をね、作ってくださったんですね。あ、それはね、ちょっと自慢なんですよ。ただね、一番これはちょっとも反省しても申し訳なかったのは、若気の至りでね、ドラマの中にね、あの、男女の高校生がね、はい、あの、まあ、ちょっとそのレイプじゃないけども、抱きしめようとして争うとこあるので、はい、でそこの上にね、教室のところにね、はい、あの、黒板の上に日の丸があってそしたらね、日の丸貼ってね、やるとしてやったんだよ、はい、そしたらその照明の親父がね、いい人だったんだけど、なんであれ水島お前は浮くかお前はとか言ってね、いやいや、そういうのあるじゃないですか、学校でもとかね、だからちょっとって言ったらね、それで吸ったものをうわうわして、俺は絶対あんなの認めないとか言って、もちろん最後の人だから、組合のね、あれだから、で何をやったかっていうと、あの、つまり真っ暗にしちゃったあの、明かり当てないにしちゃったの。だからしょうがないからね。で、当ててくださいよ、あれって言ってね。別に、なんでまずいんですか、日の丸がって言ってね。もう、あるな、なんでかって俺が聞きたいよって言って、なんだお前はとか言ってね。そこにも水島社長の原点が見出せるわけですよ。原点じゃないんだ。ただね、もうこれは私が悪かった、そんなね。あ、そうですか。それはね、あの、そういうところでね、変なものを、ね、出そうとするね、若気の至りっていうね。でも日の丸は変なものじゃないですもんね。いや、それはおかしくないんだけども、それを言ったんだよ。でもね、でもドラマの中でね、そういうやってる時、今考えるとね、
かちょっと突っ張らかしたねところがあったんで、だからそういうエピソードがあってね、まあでもおおらかな時代だったなと思う。私一緒にやってくれたね日テレの人にはね、今もうだいぶ亡くなった人ほとんどだけどね、感謝してますよ。うん、フジテレビも実はそうだったんだけどね、フジテレビも結構たくさん2時間ドラマとかね、あの亀山さんという社長やってた人とかね、はいはい、あれで担当だったからずっと2時間ドラマ、まあ、水島さんの企画な暗くてしょうがないけど3ヶ月に1回ぐらいやったらいいって言うと結構通してくれたのよ。だからフジテレビの連中が、うん、あの韓流の、ね、はい、反対のデモで、はい、わーってやったら、あの水島がっつってねなんで俺たちが避難されるって思いがあったかも分かんないけど、それはそれこれはこれでね、でも本当に歴史があるんですね。よきね、だって日枝さんとか意地悪ばあさんの時は日枝さんが編成部長だったから、はい、編成局長か、うん、だから一緒に青島さんとね、日枝さんと私、青島さんがよくね、日枝さん仲良かったから、はいはい、水島一緒に行こうよっつってね、よく飲んだんですよ、あの焼酎をね、番組の収録意地悪ばあさん終わった後ね、だから意外とね、お顔がもう広いです、ね、いやいや広いけど、まあとんでもないやつになってるけどねいやいやいや、うん、まあでもみんなお世話になったね、うん、まあ人たちでね、富士のね、フジテレビのあのおおらかさは良かったね当時は。今全然ダメになっちゃったけどね、あの当時は本当におおらかだった。私はね結構シリアスな24時間テレビのね、あのシリアスドラマとか、はい、障害者ドラマとかいろいろやったけど、富士は本当に私のやりたいね、ものとかそういうのを通してくれたね。しょうがねえな、水島もまたこんなので視聴率取れないけどなっつってね、余裕がまだあったからね、ずいぶんたくさんフジテレビのね仕事をもらったりやりましたね。まあそれももうはるか昔になってきましたけどねまあでも皆さん、いや面白い、うん、高千穂さんのあの AD 時代AD 時代本当に、はい、でもなかなかね、もともと美人だから、ね、そっちの方も人気があったと思いますけどね、うん、ちょっとその、はい、なんだ、うん、差し歯をやらせるディレクターはちょっとひどいですよね、許し難いと思うけどね。でも昔のあれで、あのただいまの記録、うん、何分何秒っていうのは、ね、私の声なので、うん、もし映像とかいろんなの残っていたら、うん、聞こえると思います、うん、きっと、はいはい、というようなことで、はい、今日の別館は以上です。以上です。